自殺投票第2話12時タイムアップ。川波ゆりなさんは自殺をしませんでした。残念ながらこのグループの誰かが道連れで死んでもらいます。まだ続いてたの？そんな、心臓麻痺で死ぬって言ってたよね、こいつ。怖いよ、死にたくないよ。ユリナ、大丈夫。私が後ろからユリナのこと見守ってるから。ユリナと同じクラスなの、あゆみだけだから、頼んだよ。任せて。変なやつ入ってきたらすぐ動けるようにしとくから。では今回川波ゆりなさんと一緒に死ぬのは山下千穂さんです。え？千穂、大丈夫、きっといたずらだから。どうやって心臓麻痺で殺すの？ありえない。執行！千穂が退出しました。ユリナが退出しました。千穂、ユリナ、みんな大変。ユリナがどうしたの？ねえあゆみ、どうしたの？返事してよあゆみ。23時57分。まさか本当に死ぬなんて。突然ユリナが苦しみ始めたの。あいつから執行のメッセージが送られた瞬間。でも、はるかも言ってたけど、人を遠くから殺すなんてできるの？理屈ではできるはずないと思うけど、でも現実に、地方まで。地方のクラスの女の子に聞いたけど、やっぱり同じ感じだった。じゃあやっぱり、命は大事だよ。皆さん、こんばんは。自殺投票の時間だよ。命は大事だよって何よ。そんなの当たり前じゃない。じゃあなんでこんなことするの？命は大事だよ。言葉の意味は分かっても、みんな頭で理解できてない。命は大事だよ。さて、川波ゆりなさんが自殺しなかったせいで、もう3人になってしまいましたね。悲しいですね。本当にふざけてる！このグループ、私抜けるよ！そうだね。そうしよう。みんなの思い出がたくさん詰まってるけど、命には変えられない。このグループの退出に失敗しました。え？このグループの退出に失敗しました。ダメだ。このグループの退出に失敗しました。何回やっても退出できない！最後の一人になるまで、やらないといけないわけね。ねえ、投票どうする？私は誰にも入れない。でも誰も入れなかったら、みんな死んでしまう。じゃあ、誰かが生贄になれって言うの？ユリナを殺したのは誰？はるか！やめて、そういう言い方。でも、本当じゃない。さっちゃんが投票しなかったら、みんな仲良く死ねてたのに。そんな、ひどいよ。じゃあ、もういっそのこと3人で。そうしよう。もう誰とも喧嘩したくない。誰にも投票しないで。みんなで明日仲良く。命は大事だよ。投票開始！タイムアップ。それでは開票するよ。塩月あゆみ0票、田辺幸子1票、戸谷遥香0票。はーい、出揃いました。今回の自殺者は田辺幸子さんです。ひどい！裏切ったね。3人で死ぬのが一番良かったんでしょ？誰が投票したの？ごめんね、さっちゃん。やっぱり私、もうちょっと生きてみたいの。はるか、さっちゃんと違って、彼氏も作ったことないし、まだエッチもしたことない。やめてよ！私死ぬんだよ！それなのに、そんなこと言うのやめてよ！死
死にた